も平瀬どうも海野です。今日なんですけども、はい、明日発売のね、トラビス・スコットとエアロダウンワンローの OG で、はい、ウィメンズのオリーブなんですけども、こちらの方がですね、まあ明日発売ということで僕らもね、抽選には参加するんですけども、はい、なんと今日あれが来てたんですよね。スリーパスが来てたということで、今日そのあたりと、はい、あと追加のね、はい、の情報もできてるので、そのあたりちょっとできたらなと思います。はい、その他、陸上がありますか？そうですね。今後発売予定のナイキ SB ダンクロの新作であったりとか、うんはい、夏頃に AJKO1 ローでいろんなカラーが発売されるんですけど、はい、あと続報が出てきているんで、うんはい、それをお伝えしたいなと思うんですけども。はい。はい。このチャンネルではスニーカーファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済んでない方は、この機会にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々は Twitter と Instagram をやっていますので、概要欄の方にリンクのがありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、じゃあ早速なんですけども、スニーカーズの方でなんかいろいろとアップデート来てるんですか？そうなんですよね、はい、はい、ちょっとね見てもらいたいんですけど、うん、まあ僕らが気になってるあれも含まれてるんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ、はい、まずね、はい、片方が5月の8日発売予定で JKO のティファニーが来てるんですよね。はい、そうなんですよね、はい、で5月の9日になるんですけど、これがねずっと僕ら欲しいって言ってるエアジョーダン3のホワイトセメントの、うん、リーンマージンの発売がようやく来てるんですよね。これ嬉しいですね。そうなんですよね。このね、AJKO のティファニーに関しては、うん、海外の方では5月の25日あたりの発売で確かに情報出てたと思うんですけど、はい、日本の方は割と早く発売されるみたいで、うん、5月の8日に来てるんですよね。そうなんですよね、はい、これね、ウィメンズじゃなくてメンズになるんですけど、うん、まあ僕らとしては気になるやっぱりこの5月の9日の発売予定の、うん、エアジョーダン3のホワイトセメントのリーマジノなんですけど、はい、まあ、海外の方ではねこれもう3月に発売されてますからね。そうなんですよね。そうなんですよね、はい、日本の発売ずっと来てない中、まあ、ようやく5月の9日に来ているんで、僕ずっとこれ二流通の方で値段見てたんですよ、うん、はいはい、ぼちぼち買おうかなと思ってたんですけど、うん、まあ2万5000台の定価で来ているのと、うん、まあ同じチャレンジしたいなと思っているんで、うん、まあ二流通の方で買うのはね、まあ、買えなかった時に、まあ、考えようかなってちょっと思って。はい、続いてなんですけど、ナイキダンクローのクラックとオレンジレザーですね。こちらが2023年発売ということで、はい、長く癖のある、ね。そうなんですね、はい。はい。持ってらっしゃる方の投稿がありまして、ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、まあ、カラーの方はこれ、まあ、ナイキダンクローの、まあ、白傷じゃないですけど、そうですね。はい。オレンジのカラーと、まあ、ホワイトのカラーで構成されてるナイキダンクローなんですけど、これ面白いのが、うん、トゥーボックスとサイドパネルの部分の、このホワイトのレザーっていうのは、タンブルレザーなんですけど、うん、オレンジの部分に使われているこのレザーっていうのが全てね、クラックレザーなんですよね。なるほど。そうなんですよ。まあこれをね、説明してあった海外のスニーカー系サイトは、まあ去年発売されたエアジョーダン1汎用時のロス&ファウンドのシカゴの、まあクラックのことを用いてちょっとね、説明してたんですけど、ね。ああ、そういうことなんですね。そうなんですよ。アッパーの部分のこのオレンジのカラーの部分はクラックしてるんですけど、うん、若干ちょっとドライな感じよりかは、ウェッティーな感じしますよね。うん、ウェットな感じと言いますか。そうですね。あれは反射がね、よく。あ、そうなんですよね。してるような感じもあって。はい。はい、でね、これ、インソールと、シューターの裏見てもらいたいんですけど、うん、またね、これ、クラックの、まあ、加工を表してるような感じじゃないですけど。まあ、岩が割れたようなね。そうなんですね。デザインが入ってるんですね。はい。まあ、オレンジのカラーになってまして、うん、まあ、こういったデザインで今後発売されるということで出てきたんですけど。まあ、アウトソールもね、はい、そうなんですよね。となんかひび割れのような、ね、はい、デザインが入ってるかなっていう感じですけどもね、はい、まあ、クリアソールでいわゆるシラキュースのカラーといいますか、まあ、オレンジの、ね、うん、カラーになってるんですけど、これはあのセールカラーって言ってるんですけど、若干なんて言ったらいいんですかね、灰色かかってるようにも見えますか。見えますよね。ああ、この感じでね、うん、違うカラー来るんじゃないかなってね思うんですよね。なんか青いの来そうですけど。ああ、ケンタッキーのカラーね。そうですね。1985年のね、うん、まあ、カレッジカラーでなんか来るんじゃないかなと思ったりするんですけど。そうですよね。はい。はい、で続いてなんですけども、テンションスケートクラブとナイキ SB ダンクロのコラボですね。はい、こちら2023年発売予定と。そうなんです、はい。はい。以前ね、このクレーンションスケートクラブとナイキ SB ダンクロのコラボで、かかとの部分だけ一部チラ見せで出てきてたリークがあったんで。ありましたね。そうなんですよね。ご紹介させてもらってたんですけど、それの、まあ、別のね、写真が出てきまして、まあ、ちょっとわかりやすい写真ができるんで見てもらいたいんですけど、はい、まあ、クレーンションスケートクラブっていうのは、トビアス・マッキントッシュが、立ち上げたランドになるんですけど、はいはい、そことナイキ SB ダンクロードのコラボで、まあ、こういったものが出てきてまして、カラーの方がなんとなくなんですけど、うん、サイケっぽい感じですよね、これね。そうですね、なんか表現しづらいデザインですね。そうなんですよね、はい、で集団の部分の片方は、うん、
クレンショースケートクラブの CSC っていう頭文字が入ってるんですよね、うん、あでもう片方に関してはちょっとね映ってないんですよねこれね。ああそうなんですよ、見えにくいんですよね、うん、同じデザインになってるかどうかはちょっと分かんないんですけど、うん、はい、まあ、このクレンションスケートクラブの CSC っていうのが、うん、まあ、この中段部に使われてまして、インソールにクレンションスケートクラブっていうふうに書いてまして、その下に内径3って書いてるデザインになってるんですよね。はい。はい。面白い色ですけどね、これね。そうですね。はい。まあ、秋とかの方が合うのかなっていう感じで若干しますけども。そうなんですよね。はい。これね、全体の写真今回できたの初めてなんで。あ、そうですよね。はい。まあ、これ以外のね、もっとわかりやすい写真であったりとか、うん、まあ、着画のね、投稿とかも今後出てくると思うので、うん、その時またね、こちらの方にご紹介させてもらいたいなと思うんですけども。はい。で、続いてなんですけども、ユニオンとエアジョーダン1配用時のウーブンですね。はい。こちらの方が8月発売予定じゃないかということなんですけども、ね、はい、はい。これ昨日にもね、お伝えさせてもらってるんですけど、うん、あなたに持ってらっしゃる方の投稿で、うん、まあ、こういったふうに出てきているんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、まあ、着画になるんですけど、今回色落ちしてブルーデニムに合わせて、まあ、投稿してる写真があったんでちょっと見てもらいたいんですけど、昨日もねお伝えさせてもらってるんですけど、ホワイトのシューレースがトップに行くにつれて途中でグレーのカラーに変わってるっていうのをさせてもらってたんですけど、はいはいはい、やっぱりそうですねこれね。これはあの僕はあの途中からね、はい、他の紐通してるのかなと思ったんです、思ってたんですけど、はい、じゃなくて同じ一本の紐が途中色変わってると、はい、写真があると思うんで見てもらいたいんですけど、そう切り替わってるんですよねちゃんとね、うん、ああ、で左右とも、まあ、そのシューレースを通してる写真が出てきてるんでちょっと見てもらいたいんですけど、はあ、はい、この方はねブルーデニムに合わせて今回のユニオンとエアジョーダン1配用時のコラボのウーブン履いてるんですけど、うん、かっこいいですねこれね。いいですね、はい、なしじゃないですけどって話してたんですけど、うん、だんだん僕の中ではこれはありになってきてるんですよね。もう欲しくなってきました。あの正面から撮ってるようなね、うん、写真とかちょっと見てもらいたいんですけど、はあ、まあ、ウーブンのこのデザインが目を引きますよね。そうですね、そうなんですよね。で、まあ、これ以外に、企業もさせてもらってるんですけど、うん、ユニバーシティゴールドのカラーの、まあ、シューレースが付属で付けるということなんですよ、ね。そうなんですよ。ただ、ユニバーシティゴールドのカラーに関しては、あの、最初に見てもらったホワイトからグレーのカラーに切り替わってるようなデザインじゃないんですよね。うん、はい。ユニバーシティゴールドのカラー通してるのも昨日紹介させてもらってるんですけど、あのバージョンはあのバージョンでいいなと思ったんで。そうですよね。そうなんです。おそらくこれに関しては8月1日か8月6日って言われてるんですけど、発売の方が。うん、まあ、オンラインチャレンジしようかなと思ってるんですけどね。はい、これ以外にもまだ実物が出てきてないんですけど、ユニオンとジョーダンエレベイトのコラボで、ウーブンのデザインが使われているモデルで何が出るんじゃないかっていう話があるんですよね。それも楽しみですね。はい、まあ、ウィメンズなんでね、僕サイズなさそうな気がしますけど。そうなんですよね。はい。はい、で、続いてなんですけど、エアジョーダン1 KO ローのブレッドですね。こちらが7月の1日発売予定、はい、ということなんですよね。はい。海外のセレクトショップでもあり、リセールショップでもある、プライベートセレクションの方が、まあ、こういったのに製品ショットということで、うん、いろんな角度が撮っている写真を投稿してたんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、これ欲しいっすね、僕ね。これね、あの、普通にかっこいいんですよね。そう。なんか、普段履きにも良さそうやなって感じますね。はい、ローカットやしね。まあ、キャンバス素材が使われてまして、うん、スウッシュの部分と、ちょっとかかとの部分のね、ウィングローのとこ見てもらいたいんですけど、うん、これはレザーなんですよね。そうなんですね。はい、まあ、レッドのカラーのレザーになってるんですけど、うん、まあ、それ以外の部分で言うと、まあ、オールキャンバスって言っていいと思うんですけど、はい、まあ、この AJKO1 のユニオンとのコラボで、まあ、ローが発売されてる中、うん、まあ、1985年の、まあ、OG のブレッドのカラーをその落とし込んでるようなモデルで、エアジョーダン1KO ができるんですよね。そうなんですね。はい。はい、続いてなんですけども、エアジョーダン1 KO ローのシャドウの話も出てきてるんですよね。そうなんです。こちらは2023年発売予定ということで、はい、まあ月まではまだ分かんないと。これね、多分ね、夏頃じゃないかっていう海外のスニーカー系された会議なんですけど。そうなんですね。はい。これもね、以前紹介させてもらった、あの、シャドウのカラーが使われてる AJKO1 ローになるんですけど、うん、また新たな写真が出てきまして、ちょっとね、見てもらいたいんですけど、うん、はい、まあこれもね、スウッシュの部分と、かかとの部分がレザーが使われてるんですけど、うん、まあそれ以外は、キャンバス素材なんですよね、うん、はい、これもいいなと思ってるんですよね実はね。まあそうですね、はい、このブレッド買えなかったらこっちに流れていくんかなって気がしますけどね。そうなんですよね、はい、で発売の時期がこれ夏頃じゃないかって言われているんで、うん、まあ、真夏の時期に、まあ、キャンバスの素材のスニーカーだったら、で、まあ、これローなんで、まあ、履きやすいのかなってちょっと思ったりするんですけど。そうですよね、はい、はい、これに関しては夏頃って言われてるんですけど、せっかくの日程っていうのは出てきてないんで、また分かり次第ですね、こちらのご紹介したいなと思うんですけど、はい、はい、
で続いてなんですけども、エアジョーダン1 OG ローの CP3 ですか。そうなんです、ね。こちらが10月の24日発売予定ということなんですけども、はい、画像がまだ出てきてない。そうなんですよね。まあ、ブラックになんて言うんですけど、うん、ね、スタイルコードと発売日とカラーウェイが出てるんですよね、はい。はい。カラーウェイの方がライトクリームとライトクリームセールなんですね。はい、そうなんですよね。はい。このカラーウェイから、おそらくなんですけど、まあ、ベージュとホワイトのようなカラーで構成されているジョーダン・ワローなのかなと思ったりするんですけど、相当に淡い感じがしますけど、ね、そうなんですよね。しかもね、10月の24日で出てきてるんですよね。あ、そうなんですよね、はい、これね、10月24日にこれがね発売されるらしいんですけど、その10月24日の次の日って10月25日は、うん、エアジョーダン185のローの、ニュータルグレーが発売されるんですよね。そうですよね。そうなんですよ。2日連続でジョーダン・ワローの OG のローがね発売されるということで、しかも2足とも明るいカラーですね。ああ、そうなんですよね、はい、この CP3 っていうモデル、ちょっとどういったものか気になるんで、うん、今後まだ分かり次第ですね、こちらの方でご紹介したいなと思うんですけども、はい、続いてなんですけど、はい、エアジョーダン5のオリーブですね。こちらが2024年の春発売予定ということなんですよね、はい、来年のね、これ春のリリースなんですよね。あ、そうなんですね、はいはい、2006年に発売されたエアジョーダン5のオリーブなんですけど、うん、はい、まあ、今見てもらってるこの写真っていうのは2006年に発売されたモデルの写真なんですよね。なるほど、はい、来年の春頃に発売されるんじゃないかっていう話があるんですけど、うん、まだ実物は出てきてないんですよね、はいはい、復刻になるということなんで、まあ、今見てもらってる写真通りになると思うんですけど、うん、まあ、オリーブのカラーで構成されてるエアジョーダン5になってまして、うん、でソーラーオレンジって言われるカラーの、まあ、オレンジの、ね、うん、カラーが差し色で使われてて、まあ、シューターの裏であったりとか、はい、まあ、サイドソールであったりとか、まあ、ジャンプ・ワン・ローの部分に、まあ、一部オレンジのカラーが、ね、使われてるデザインになっているんですけど、うん、はい、まあ、これに関しては一応まあ来年の春ということなんで持ってる方もどうもできないんですよね。まあ、はい、あれですけどね、なんか秋っぽさを感じるようなね、カラーですけどね。あ、そうなんですよね。はい。まあ、最近で言うと、2006年にリリースされた、うん、同じくエアジョーダン5のバーガンディの方が、うん、まあ、今年に復刻するということで、昨日やらせてもらってたんですけど。ああ、そうでしたね。そうなんですよね。はい。はい、まあ、エアジョーダン5といえば、まあ、昨日はさせてもらってるんですけど、やっぱりホリデーシーズンに発売されるアマーニエルとのコラボが欲しいですよね。まあね、あの、はい、全体像がもっと分かりやすく出てきてほしいんですけどね。はい、はい、あの、まあ、アマーニエルのオーナーのジェイムスが、まあ、以前履いてまして、まあ、紹介させてもらってるんですけど、うん、はい、でもう一つね、ライトボーンって言われるカラーも発売されるんですけど、それは実物でできてないんで。そうなんですよ、はい、それも気になるところなんですよね。そうですね、はい、はい、で続いてなんですけども、ジョーダンエアーシップエブリゲームデューンレッドですね。そうなんです、はい、こちらの方が5月の10日発売予定なんですか。あ、そうなんですよ、ね、はい、以前ですね、エケアシップのエブリゲームって言われる2作のスニーカーで、シャンブレーブルーのカラーとセールのカラーで構成されている一層を紹介されてもらってたんですけど、はいはいはい、それのね、カラー違いで、しかも素材が反転しているようなモデルなんですよ、これ。なるほど、そういうことなんですね。はい。以前紹介されてもらったエブリゲームに関しては、うん、履き口のあたりであったりとか、スウッシュの部分がシャンブレーブルーになってまして、うん、毛足の長いセールになってたんですよね。はいはいはい。はい、で、セールのカラー部分っていうのはクラクドレザーやったんですけど、うん、今回出てきているこのエブリゲームの同じ5月の10日に発売されるリューンなんですけど、うん、まずね、この履き口のあたりにエブリゲームって書いてる部分がクラックレザーになってるんですよね。なってますね、はい、レッドのカラーでクラックレザーになってまして、うん、でそれ以外のこれね、あの後ろが撮ってる写真1枚じゃ出てきないんですけど、うん、このレッドのカラーの部分以外のところで言うと、このセールのカラーの部分がこれセールになってるんですよね。なってますね、はい、以前紹介されてもらったエブリゲームの素材が反転してるようなモデル出てきてるんですけど、うん、はい、ただこれ全体の写真がないんですよね。そうですね。そうなんですよ。はい。もしかしたらこれ、シカゴブルーズへのオマージュになってるのかなと思ったりするようなカラーの使い方かなとちょっと思ったりするんですけど。なるほど、なるほど。はい。こちらの方が、以前紹介されてもらったエビリゲーム同様、リューの方も5月の10日に発売したらしいんですよね。なるほど。はい。まあ、スニーカーズへの発売が来るかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけど、うん、はい。まあ、これちょっと全体の写真見てみないとどうなのかなと思ったりするんですけど、ナイキやシップ結構買ってるんで、まあ、これもちょっとどうしようかなってなってますけどね。もうこのブルーの方気になってます、ね。ああ、そうっすよね。はい。まあ、これも5月の10日なんですけどね。そうなんですよね。はい。はい、続いてなんですけども、トラビス・スコットとエアジョーダン・ワン・ローの OG でウィメンズ・オリーブですね、はい。こちらの方が明日いよいよ発売ということなんですよね。はい。はい。まあ、今日ね、スニーカーズ見てると、うん、まあ、こういったのにいきなりスニーパー好きなんですよね。そうなんですよね。はい。一瞬ちょっとドキッとなって、
でリザーブしたいなと思ってたんですけど、うん、よく見るとワールドオブフライと渋谷ってなってましたそうなんですね。そうなんですよ。関係ないね。関係最近ね、あのナイキ大阪とかの来ないっすね。あんま見ない気がしますね。ないっすよね。なんかね、これねワールドオブフライトってなってたんで、うん、あ関係ないっていう風になったんですよね、これね。そうなんですよね。はい。でこちらの方が、まあ、2日に分けてなんかね受け取れるらしいんですけど、うん、で実際にこの AS の方でリザーブできた方の投稿とか見かけたんですけど、うん、まあ、羨ましいなってちょっと思いましたけどね。そうですね。そうなんですよ。はい。明日発売の前に、うん、もうね、こうあのスニーパースの方でねゲットされてる方羨ましいなってちょっと思ってたんですけど、はい。まあね、エンドにも来てるんで、ね、そうなんですね、チャレンジもね、ちょっとしときたいな、ちょっとことあるんですけど、まあ僕はね、ちょっとサイズがないので、でね、まあ、カイナルさんの支援でね、ちょっと参加してお願いしたいなと思ってるんですけど、思ってるんですけど、ね、はい。まあ残りね、ちょっと21時間というふうになってると思うんですけど、はい、エンドクロージングの方にも、これ抽選来てるんですよね。そうなんです、ね、はい。で、これ以外にも、まあ、スラムジャムであったりとか、フットパトロールであったりとか、うん、僕がインスタグラムの方でちょっと見てたんですけど、まあ、大体どの店も抽選始まってました。あ、そうなんです、ね、んですはい、海外のお店で、うん、抽選が始まってまして、あとね韓国のスニーカーズであったりとか UK のスニーカーズであったりとか、うん、4月の26日でちゃんと来てましたねこれね。ああそうなんですね。で今回これね4月の26日の明日発売なんですけど、うん、以前リークで紹介させてもらった、うん、ウィメンズになるんですけど革ジャンとか紹介しましたよね。ありましたね、はい、これちょっと来てましたねこれね。ああなるほど。そうなんですよ、うん、はい。このねライダースのジャケットと革パン2つ足して大体11万ぐらいでした、うん、手が出ないでウィメンズのね、まあ、モデルになるんですけど、ね、はい、XS からの展開でちゃんと、ね、表記してくれてましたよ、センチで。これ、はい、全部着込んでコスプレしてくれる女の人にはかっこいいですね。かっこいいですけどね。でもやっぱ足元ね、それだったらこのオリーブ今回ね、合わせる方がいいのかなと思ったりするんですけど。そうですね。はい。はい、でね、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、EU のスニーカーズの方で、一応ね、限定アクセスが来るということで、リークが出てきましたね。あ、そうなんですか。はい、ただ、実際にはだ EU のスニーカーズであったりとか、UK のスニーカーズの方で、限定アクセスで発売されたっていう情報は出てきてないんですよね。あ、そうなんですか、ね。そうなんですよね。うん、まあ、おそらく明日までにもしかしたら EU のスニーカーズと UK のスニーカーズの方で、まあ、限定アクセスで一部リリースされるのかなと思ったりするんですけど、うん、はい。で以前はさせてもらってるんですけど、今回のオリーブに関しては、まあ、全世界でトータルストック数っていうのが、うん、まあ、15万足以上じゃないかって言われてるんですよね。そうなんですよね、はい。でこれねリークで出てきた時からずっと言ってるんですけど、うん、海外の方では今回のエアジョーダン・ワローの王子のトラビス・スコットのコラボのオリーブのウィーメンズ拡張サイズでリリースされるっていう話をやらせてもらってたんですけど、はい、まあ、日本のねサイズ展開は一応29センチまでなんですよね。そうなんですよね、はい。これね US のスニーカーズを見てみるとちょっとね、うん、これ見てもらいたいんですけど、むっちゃでかいサイズになるんですよこれ。あ、ほんまですね。はい、これねセンチ表記に直すと、うん、メンズで32センチまでカバーできるサイズがあるんですよ、ね、それやったら僕も買えるそうなんですよ。なんですけど日本は29センチまでしか来てないんですよね。そうなんですね、はい、でかいサイズやってほしかったですけど、ね、アメリカめっちゃでかいサイズでね展開来てるんですよねこれ。なんかねで国内の、まあ、発売話になるんですけど、スニーカーズ以外でアトモスさんの方でも発売所が出てるんですけど、うん、これちょっとびっくりしたんですけど、もうびっくりしました、はい、朝9時からこれ一般リリースなんですねこれね。抽選じゃなかった、抽選じゃないっすね、これ。そうなんですよ。はい。で、ちょっと思ったのが、うん、これ朝9時に、まあ、発売じゃないですか。はい。めちゃくちゃサーバー重たくなると思うんですけどね。ログインできないんじゃないですか。じゃないかなっていうね、思ったりするんですけどね。前ね、なんかその、朝ね、抽選の結果見ようと思ったら結構混んでて、はい、ログインできなかったりもしてたんで、そうなんですよ、ね。今回のね、まあ、トラビス・スコットっていうことであれば、やっぱり人気もね、はい、あると思うんですけど、はい。まさかのね、9時からいっぱいリリースと。これ、アトモスさんで変えたら、すごいですけどね。すごいですけどね。はい。でね、これね、明日の朝9時から、スニーカーズの方、これ抽選じゃないですか。はい。多分10分は、時間設けると思うんで、はい。まあ、さっきアトモスさんチャレンジするのもありなのかなと思ったりするんですけど、うん、繋がんないじゃないですかね、多分。そうですよね。おそらくボット対策はしてると思うんですけど、うん、そうなんですよね、はあ。そんなことになってたんですね。海外のスニーカー系サイトといいますか、リーガーカンドサイトの方が、うん、まあ、こういった風に、過去に発売された、エアジョーダン・ワン・ローの OG とトラビス・スコットのコラボを並べて投稿してやったんで、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、一番下に来ているのは2019年に発売されたモデルで、こう上に上がっていくにつれて、まあ、発売された順になってるんですけど、うん、一つも書いてないんですよね。
変えた試しがないですね。そうなんですよね。こうやって見てみると、はい、この中でどれが一番好みですか？あの、ね、リバースウォーカーやっぱいいなと思ったりしますけどね。ああ、いいですよね。はい、あと、まあ、フラグメントとか、ね。ああ、そうなんですよね。いいですよね。はい、まあ、変えなかったんですけど。うん、はい。で、まあ、最近発売された、まあ、ブラックの次に、まあ、明日発売予定になってる、まあ、オリーブが消えるんですけど。はい。はい、でも、まあ、オリーブのカラーをこうやって並べてみると、やっぱいいっすね、これね。かっこいいですけどね。そうなんですよ。はい。はい、で、ね、このちょっとリーグ見てもらいたいんですけど、やっぱり海外の方では、うん、間もなく、トラビス・スコットの、うん、ウェブショップの方で、まあ、ゲリラ発売が来るっていうふうに出てきてたんですけど、はい、で、トラビス・スコットのウェブサイトの方を見ると、うん、まだ来てないんですよね。明日なんですかね、ひょっとしてね。わかんないですけど、これ前回発売されたブラックのままになってるんですよね。そうですね。そうなんですよ。はい、切り替わってはないんですよね。うんうん、はい、もしかしたら明日のね、早朝の早い時間帯に来るのか、ね、日本のスニーカーズで発売された時にはちょっと笑いますけどね。そうですね。はい。うん、まあ、このあたりもね、気になるところではあるんですけども、まあ、明日ね、はい、僕は実際に朝から抽選の方が参加するんですけども、はい、まあ、結果の方はね、はい、明日。そうなんですよね。はい、10時10分、はい、夜のね、はい、22時10分からですね、生放送でね、はい、YouTube の生放送の方でお伝えできたらなと、僕らの抽選の結果を、はい、思ってますので、そちらの方もね、参加していただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、最近ちょっと生放送結構やってるんですけどね。ああ、そうですね。ああ、そうなんですよね。はい。まあ、僕らがね、はい、実際に変えてるかどうか結果の方は明日のライブの方で確認いただけたらなと思いますので。そうですね。はい。それでは本日は以上となります。フィアレスでした。カイヌスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. Our Parkers can't listen but finish what I